ちゃ。こんにちは、さゆたかさん、はい。今シーズンこそ頑張ってほしい選手たちたくさんいると思うんですよ。いるな、はい、もしくは今シーズン頑張らないとっていう選手。いやそんなレベルの選手じゃないよ。ではない、復活したらチームの力になるというね、はい、必ず、はい、まあ、そういう選手たち、はい、まあ、それをちょっと選んでみたけどもね。そうなんです、はい、なので今回の動画ではセリーグパリーグ12球団の今年復活してほしい選手たちを豊さんに1名ずつピックアップしてもらいました、はい、じゃあまずはセリーグの、はい、まあ、昨シーズンの首位からいきたいんですけれども、はい、阪神復活してほしいのは、まあ、高橋遥人。まあそうですね。いやすごいよ、このピッチャーが復活したら。あのそもそも出てきた時にすごいピッチャーがあって、うん、いやすごいピッチャー、はい、なりました。あのだからこの選手がね、手術とか、はい、いろいろして開けて本当に投げれるようになったらすごいと思う。おそらく今シーズンもう多分入ってくるっていうふうに、うん、まあ春先はどうかわからないけども、はい、今年中には復活してくれるんじゃないかなっていう、うん、その復活した姿を見たいな。見たい。もうこれ阪神ファンたまらないですよ、うん、いや、うん、このピッチャーも間違いなく勝てるピッチャーだよ。そうですよ、ね、ああ、うん、いやだから楽しみでしかないけどね。まああれだけいる先発陣ね、ピッチャー陣が豊富な中で、うん、まあ、さらに帰ってきてくれるとなると、いやもうね万全ですって言ったら、うん、必ず入ってくるよ。そうですよね、うん、ローテーションに、うんうん、まあ怪我明けだから、うん、見ながらっていうこともあるだろうけども、必ず投げる、うん、投げさすと思う。そうですね、うん、大丈夫って言えばですよね。もともと実力が非常にあるピッチャーなので、はい、そうだね、楽しみですけれども、はい、さあ続いてカープです。カープ、はい、カープは堀江。お、カニエじゃないよ、堀江大王の投手ですね。2年連続で50試合登板以上投げてるピッチャーなんだよね、うん、そうなんですよ。で昨年は8試合登板ぐらいかな。そう、8に登板にとどまりました。だからちょっとね、自分の居場所っていうのがちょっとなくなっちゃったっていうか、うん、まあ、状態もあんまり良くなかったんだと思うんだけども、はい、まあ、それをサイドにね、まあ、挑戦して今やってる途中なんだけども、うん、はい、まあ、ターリーがいなくなったりとかいろいろしてるから、左の中継ぎとしたらすごく貴重な戦力になってくると思うんだよね。だからそういう意味ではその50試合以上登板を目指して頑張るとカープの力になるなと思ってね。そうですよね。2020年そして2021年が連続して50試合登板以上ということで、はい、で、まあ、今年も20代後半なので、そうだね、あの本当復活してほしい。だからまあ経験は持ってるわけだから、はい、まあ、投げ方はちょっと変わってもね、経験は生きるわけだから、はい、だからその経験を生かしながら、うん、まあ、力になってほしい、復活してほしいなって思う。そうですね、はい、さあ続いて DeNA ですけれども、もう安崎頼むから抑え戻ってきてくれみたいな、あのここ数年そんな感じが続いてたんですよね。やっぱね、安崎がね最後にマウンドに上がる時の横浜スタジアムの雰囲気がガラッと変わるんだよ、はい、だああいうやっぱファンをね盛り上げるためにも、はい、やっぱ復活してほしいな、西武ピッチャーにね、抑えのピッチャーに。うん、まあ、去年ね途中でその外れて、うん、で新しいセーブをする投手がいて、ね、はい、出てきてっていうところですけども、はい、ここは今シーズンはやっぱりその三浦監督が競争、また競争する、いや、まあもちろん競争だけど、うん、まあ、山崎、まあ、矢崎 もうそこしか見てないと思う、もう最後しか、うん、それとやっぱり抑えピッチャーが似合う。そうですね、あ、だからそこをやっぱり優勝するためには死守するんだぐらいのね、はい、まあ、自覚を持って臨んでほしいなと思うね。そうです、ね、だから西武ピッチャー、抑えピッチャーに復活という意味ではね。うん、はい、さあ続いて巨人です。はい、巨人は高橋でソフトバンクから、まあ、巨人でね、はい、くすぶってたわけじゃなくて、うん、そのソフトバンクだけども、はい、まあ、移籍をして、これなんでかというとやっぱり阿部監督の印象ってあるんだよね、高橋礼に対しての、うん、そういう阿部監督のイメージ通りに投げられると絶対勝てるピッチャーなんだよ、うん、だって対談した時に阿部監督とね、うん、高橋礼は速かったですっていうぐらい、やっぱそのぐらいやっぱアンダースローで球威があってみたいな、はい、もう最も打ちにくいピッチャーの一人だったっていうふうに言ったように、はい、だからこのピッチャーが、まあ、先発でもね当時のように投げれれば復活できれば、うん、それはやっぱ巨人強くなる。中でっていうことも、まあ、もちろん中で復活でもいいんだけども、うん、はい、やっぱ先発型のピッチャーだよね。あ、本来は。ただ目先を変えるという意味では、うん、高橋礼っていうのはいいかもわかんないけども、
だけど本来持ってるそのポテンシャルって考えると、うん、やっぱ先発でも十分できるということで、あと貴重なアンダースローっていうところで、ね、まあ、変則というね、はい、だからそういう意味では球威が復活してくれるといいな。ですよね、うん、あのソフトバンクの優勝してた高い上昇軍団の時のやっぱり優勝メンバー一人でもあるので、まあ、まあそう経験もあるしな。そうなんですよ、だから頑張ってほしいね。そうですね、はい、さあ続いてヤクルトです。まあ、ヤクルトは高橋奎二、はい、そうですね、まあ、復活というよりも状態が悪かったんだと思うけども、はい、やっぱり一頃のいい時と比べて、うん、勢いでいったものが勢いが通用しなくなってきたよね、はい、だから、まあ、そこらへん勢いを取り戻すのか精度を身につけるのか、うん、ということで、なんていうの、投げればやっぱ勝ちが先行しなきゃいけないピッチャーだと思うんだよ、はい、負け越してる場合じゃないと。そうですよ。でもうね、まあ、小川がエースだっていうふうに言われてるけども、うん、やっぱもう高橋奎二っていう名前がもうヤクルトの投手陣の中では出てこないと、はい、ピッチャー陣いつまでたっても苦しいよっていうことだよね。そうですね、あの一昨年は8勝2敗だったんですけれども、17試合に登板して、はい、今年20試合、一昨年より多いんですけれども、去年は20登板で4勝9敗ね。負けの方が、いやだから9勝2敗ぐらいにならないとさ。そうですね、うん、でやっぱ2桁もね勝たないと、はい、やっぱいけないなっていうふうに思います、はいはい、さあ中日です。中日は岩崎翔、あソフトバンクから来 て, そうです、ね、まあ、いきなりね故障してみたいな、はい、やっぱ自分も居場所がなかったと思うけども、うん、今年はね復活劇を見せてほしいよ。そうですよ、ね、投げたら必ず力になるピッチャーだから、ちょっと経験とかね、はい、うん、まあまあ球のキレ、力、スピード、はい、どれをとっても一級品だったから、うん、その球が帰ってくるかどうかね。そうですね、まあ、それはすごく楽しみだよね。まあ、一昨年の9月に、まあ、人体の再建トミーションして育成選手になって、はい、ようやく去年10月、11月に実戦はしてないですけれども、投げれるようになってきたっていうところで、うん、まあね、どのぐらいの時間がかかるかもわからないけども、うん、今年中には俺は復活劇を見せてくれると思うから、うん、その時にどんな姿が見れるか、はい、これはやっぱ楽しみだな。まあ、ものすごいポテンシャル持ってるこの、ね、選手の一人でもあるので、はい、さあパリーグですけれども、はい、オリックスは誰でしょう。オリックスはムクノキ、まあ、これはね、実績的には低いかもわからないけど、はい、投げてるボールはえげつなかったんだよ、はい、あの鮮烈でしたね。あこれはすごいな俺の後輩って思ったぐらいで、うんうん、いやだけどそのムクノキが人に聞くと、うん、まあ、徐々にもう投げ出してきてるし、はい、その一旦外れて、うん、試合下にはなってないけども、まあ、キャンプで投げてオープン戦の状態見て、うん、まあ、支配下に戻して、うん、ローテーションに入れるのか、はい、様子を見ながら投げさすのか、うん、っていうことの復活だと思うんだけども、やっぱこのピッチャー復活したら勝てるよ、うん、だから楽しみでしょうかね。ですよね、まあ、ある記事によるとどうやら、まあ、春の開幕までには間に合ってローテに入ってくるんではないかという記事も出てますし、まあ、そうしたら順調だよ。あ、うん、でも遅れても2ヶ月ぐらいには、うん、必ずローテーションで回れるぐらいには俺はなってきてくれると思うけどね。まあ、山本由伸投手と山崎福也投手を欠いている中でのやっぱ先発っていうのは非常に貴重な存在、ね、貴重だし、投げたらやっぱりえげつないよこのピッチャーはってみんな言うんですよ、ね、やっぱそうなんですね。そうそうそう、うん、さあ続いてロッテです。ロッテは美馬、あ復活してほしいですね。これは大学の後輩、あ中大ですよそう、そう、まあ、昨シーズンが向野木は高校ねどっちも怖い後輩ですもんね。昨シーズンが3勝9敗、はい、でね、美馬の投球ができてないんだよね。美馬投手の本来の投球っていうと、まあやっぱコントロールと、うん、やっぱ多彩な変化球で、そうですね、だからそういうことがもう影を潜めてね、連打食らったら止まらないっていうような、うん、そうそうそうなんです、まあ、そういう姿を見てるんで、はい、やっぱもう後がないね、そんな勝てないピッチャーじゃない、勝てないピッチャーを FA で取ったりしないロッテが、はい、ね、うん、頑張ってほしいなと思うよ。そうですね、今年38歳になる、はい、もうね、そうだな、大ベテランだから今年やらなかったら本当危ないしね。そうです、もう子供も生まれたし、うん、あそうなんですか、多分俺の情報では情報では、あじゃあお父さん頑張らないと、さらにお父さん頑張ってみたいな感じで、そうですよね、はい、分かりました。ロッテは美馬投手と、はい、さあソフトバンクですけれども、ソフトバンクはね、海野キャッチャーですか、はい、はい、一時期はやっぱこう下位にね取って代わるんじゃないかなっていうぐらい、一昨年そうですね、まあ、そうだね47試合ですね、そうそうそう、うん、で
結構評価もされてたし、はい、俺も見ていてああいいキャッチャーだなと思ったし、うん、だから頑張ってほしいなと思った矢先にトントン出なくなったって昨シーズンが8試合に止まった。だから山川にサヨナラのホームラン打たれて、うん、あれは印象的でしたね。もう印象的なシーンがもうこびりついてるのか分かんないけども、うん、まあ、そんなことはね忘れることはないと思うけど、うん、それを経験として回をね、はい、脅かすような存在になってほしいなっていうふうに思うんだよ。それは十分取って変われるだけの素質というのはあるんですか。うん、回は一生懸命やる選手だからさ、うん、だから成長が止まるということはないとは思うけども、はい、でもそれを脅かしてやらないと、うん、ね、チームが相乗効果で上に行かないという。そうですよね。でも早くはもう取ってしまえみたいな、うん、まあ、そんなポテンシャルも持ってるし頑張れみたいな。そうですね、まあ、そんな感じだよね、はい。さあ楽天ですね。楽天になります。楽天は宮森、はい、はい、宮森選手ね、じゃあルーキーイヤーで、はい、まあ、信じようかなと思ったところが水上に持っていかれたというね、うんうんうん、はい、ただ記録が22試合連続無失点というね日本タイ記録を作ってるピッチャーで、はい、やっぱ中継としたらすごくいいんだよね、うん、で今年渡辺っていうのが出てきたけども、はい、まあ、それに匹敵するような、うん、そんな感じのピッチャーなんだよ、はい。だから何やってんのかなってルーキーイヤーから。そうですね、本当ダメじゃないみたいな、うん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 、いやもうそうじゃなくて頑張ってほしい。登板数も徐々に減ってきてるしね。そうですね、昨シーズンは24試合と、うん、だからまあ24試合で中継ぎって言ったらさ、ね、それは物足りないし、ね、うん、まあ、ルーキーイヤーの時のことを考えるとね、はい、まあ、日本タイ記録ね、うん、まで作れるようなピッチャーだから、うん、調子を取り戻してほしいなっていうふうに思う。そうですね、はい、さあ西武です、まあ、西武は若林、ああもうみんな復活願ってますよ若林。まだねやっぱ足にちょっと違和感あるっていうような情報を耳にするんだけどもね、うん、まあだけど本当にもうここのところで頑張っとかないと、はい、まあ、後先なくなるぞみたいな。そうです、まあ、それと彼がね一番に入った時会長に走った時、はい、まあ、その姿がもう焼き付いてるから、はい、その姿を取り戻してほしいなっていうふうに思うね。そうですよね。2020年にドラフト4位で入って2021年にねすごい選手がデビューしたと思ったら44試合で怪我をしてしまって一昨年が28試合、それまでに20盗塁してるんだから。だからどこまで記録があって2試合に1個ぐらい走れる選手だからだからまあそこの足はね、まあ、故障との兼ね合いだろうけども、うん、でもそこまで塁に出れたっていうバッティングを持ち合わせてたんだよね、はい、だから若林が出てきたら、まあ、リードオフマンとしてチームも助かるという、うん、はい、意味ではやっぱもう一度頑張れと。そうですね、はい、言いたいね、はいはい、さあ最後日本ハムです。日本ハム、はい、堀瑞希、はい、堀瑞希投手、もうこのピッチャーはねすごくスタミナもあってキレもあってボールに力があって、はい、球持ちも良くてっていう、うん、このピッチャーがなんでバランスを崩したのかなっていうようなね、うん、まあ、そんな感じがするんだよ。昨シーズン5登板なんですね。そうで若い時から中継ぎで使われてて、はい、で俺はやっぱこう若いから、まあ、先発って言ってたんだけど、うん、でも中継ぎで結果がどん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 出ていったピッチャーで、はい、堀がねやっぱいるのといないので違うよ、うん、だからもう堀はもう本当に排気量とすればさすごく大きなもん持ってるし、うんうん、それが中継ぎでデンっていてくれると本当に頼りになると思うんだよね。そうですよね、うん、何かあったら堀だったからね前は。2019年から53試合を皮切りにコンスタントにずっと投げ続けてたよね。そうなんですよ。まあそこら辺での金属疲労を起こしたのかもわからないけども、うん、今年はね、はい、復活という意味では50試合以上登板するというね、意思を持って頑張ってほしいなと思うね。そこがまた新庄監督の目指す優勝だったり上位というところにやっぱ一つのピースとして欠かせなくなってくる。もちろんことですね。だからやっぱり新庄監督がね堀がいないだけで、うん、やっぱその中継ぎの整備だとか、うん、苦しんでる部分というのはあるから、はい、堀が一人加わるとすごく楽になると。はい、まあ、12名の復活してほしい選手をざっと挙げましたけれども、はい、どの選手にも本当に今シーズン素晴らしい才能を発揮してほしいですよ。いやもうものすごいポテンシャル持ってる選手たちだからね、うんうん、まあ、キャンプからね見られる選手は見ていきたいですし、もちろん、ね、怪我明けで復活を、ね、される選手はベストな状態で帰ってきてほしいです。まあそうだな、まあ、それと、うん、まあ、ファンの方々がね、はい、誰に復活してほしい誰に頑張ってほしいっていうのがねぜひコメントに、ね、あればコメント欄にね、はい、あのチャンネル登録とともに、はい、よろしくお願いいたします。